皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 TSC オカルトラジオ、ともです。ムロです。ケスケです。本日は、はい、昨日に引き続き、なんと、はい、トシボーイズから、はい、岸本さんが来てくれました。うわー、もうありがとうございます。岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あらあら、もう1年ぶりですね。ですね、はい、お久しぶりですね。なかなか、まあ、トシボーイズが揃って来てくれてるのにわざと分けるっていうね。贅沢です。贅沢です、ね、贅沢。ここだけかもしれないですね、そのやり方してるの。おー、マジっすか。多分マジで僕結構行かないことが多いんで。そう、存じ上げております。はい、そうなんですよ。嬉しいですね。久しぶりっすね、でも。本当ありがたいっすよ。なんか、いつも早瀬さんにオファーかけて、まず。はいはい、で、まあ、いいよって早瀬さんが言って、うん。で、岸本にも聞いてみますね、つって、うん、その待ってる時間がいつ一番ドキドキします。断られる。なんか言われるんじゃねえ。おからじもういいよ、つって。あ、まあでも、あれですよ、普通に、おからじさん出てるやつ、結構評判いいんで、僕らの回、なんか結構、見ていただいてるみたいで。いやいやいや、もう本当に。再生数は半端ないですよ。ありがたいですよ。僕も結構ラジオスタイルでやってるっていうのもあるんで、うんうんうん、結構相性がいいのかもしれないですね。うん、今後ともぜひどうもよろしくお願いします。だって言ったら、ポッドキャストから言ったら僕らより全然先輩っすよね。うんうん、だって相当前からやってますよね。あれ5、6年前ですかね。6年、うん、7年。もうわかんないっす。すごいなと思って。そうっすね。いやでもそうなんですよ。だから僕らも聞いてて、結構心地いいっていうか、おからじさんのスタイルっていうか、そう好きなんですよ、ラジオ形式がやっぱり。わあ、ありがとうございます。いいですよね、このスタイル。もう今日からさらに自信を持って次からの収録に挑みますから。来年岸本さんだけになってるかもしれない。マジでめちゃめちゃ怒られる。めちゃめちゃ怒られる。めちゃめちゃ怒られる。あいつもかいつって。最近気が立ってる。気をつけた方がいいです。まあこの前にね、僕の前に早瀬もがっつり、すごい話題になりまして、ありがとうございます。いやね、楽しそうに話してるんで。なんか嬉しいですよ、それはそれで。そのなんていうか、僕以外の人とこう絡んですげえ楽しそうにやってるんで、のびのびやってるなーって見てますけどね。でも早瀬さんはもう岸本さんラブですもんね。大好きですね。すごいやっぱメンヘラ感出していきますね。ここを撮る前ちょっとご飯屋さんで一緒にトモさんとかと、あとケイスケさんね、働いてるとこ行ったんですけども、まあちょっとね、やっぱり出てましたね、メンヘラ彼女感やばくないですか。出てましたね。編集、岸本さんが編集のことを俺に聞いたんですよ。そう、したら、何年をお前の横でやってんだよ俺は、つって、俺にまず聞けって俺にもっと興味持てって言われて、いやもうね、なんかタバコを吸うのがその編集の間がいいよねみたいな。そうそう、ね、編集の終わった後とかすごい美味しいとかっていう話してて、はい、そうなんすかって言ったら、タバコ吸わねえのに俺にもっと興味持てよって言われて、いやお前吸わないじゃんって、そんなの関係ねえって、編集の俺にもっと興味持てよ。いやいや、腰ちょうどね、俺その時働いてて、うん、そういう会話聞けてなかったんですよ。あ、そう、うんうん、そっかそっかそっか、あ、そんなことが上で行われてたんだっていうのが、もう、もう俺やきもちですよ。もっと俺の前でやってくださいよ。そうですよ。メヘラ、メヘラ出してきた。すげえ忙しそうだったからね。そうそう、たまたま、ちょっと忙しそうだったから、あんまりね、一緒にあれなかった。そうなんですよ、ね。そう。最近、早瀬の一番嬉しかったことが、はい、俺に肩揉まれたってことだったんですよ。マジかな、うん、めちゃくちゃ嬉しそうに言ってた。まあまあいろんなことやってるんですよ。結構大物の人と会ったりとか、はい、ね、いろんな、なかなかない番組出たりとか、うん、すごい、それこそドラマのちょっとね、脚本みたいなのを手伝ったりとか、うんうん、やってるの一番嬉しいの、肩揉まれたことって言われた時に、ちょっとこいつはメンヘラ感がやばいなって思いましたね。うん、まあそこが面白いんですけどね。まあね、多分そこが多分みんな、ね、魅力でもありますけど、なるところなんでしょうけど。まあまあ、そう、そんな中でね、もう僕ちょっと、はい、一人バージョンで今日はちょっとお邪魔します。そうですね、お願いします。お願いします。はい、ちなみになんか前回って僕結構あれですよね、歌舞伎町まつわる話とかばっかりしたと思うんですけど、前回は
シオンさんが五反田のホテルだったかな、うんうん、の話もしてくれたじゃないですか、ね、あれで岸本さんとじゃあ取材一緒に行ってくれる女の子募集しますみたいな言ったじゃないですか、結構来てましたよなんで俺に情報を言う俺らいいねだけ押してもいいねじゃないの、完結してないのこっちに来ないと意味ないからするんだってしかもあの時覚えてます、結構ひどいこと言ってたよ、あのこのナンパテク俺らも使うわとか言ってた言ってたよ、ラブホテルにこれで誘えるじゃん俺が結構地道にねちゃんと取材したの、そうですよね、これ使えますわ全然違うところですよ別にこっちの方でも使えるよねとか本当に失礼なやつなんですよ、本当に失礼でしたね都市ボーイズ岸本流って言っときますよナンパしテクニックになってましたけど、そうそう、いやだからそう結構覚えてますね、うん、あとあれですよね、歌舞伎町のビルの話とか、あのビル、あ、はい、まあ歌舞伎町ってスリラーナイトあるじゃないですか、うん、はいはいはい、僕結構行ったりするんですけど、はいはい、やっぱあのビル見ちゃうようになりましたね、あれから。あ、やっぱ気にすると、そうですよ、ね、結構見やすいところにあるじゃないですか。そうあるっすね、うん、こんなとこでって感じなんですか、やっぱりパッと見て。うん、華やかなんだよね、入り口は。うん、ゴージャスですよね。ね、うん、なんかそこで飛ぶんだっていう感じになる。そうなんですよ。だからあそこの真下で本当に実際に飛び降りた人のあのもう頭とか肩で受けちゃって大怪我してっていうのがあったんでね。そう、実際来てもらうと分かりますよね、はい、なんか異様な空気感というか、うん、それはすごい面白いですけど、うん、まだ聞いてない方はね、詳細欄に前回の、あ、そうそう、前回のとかね、うん、URL 貼っときますので、はい、ぜひぜひ見てください、はい、僕たちの失礼をね、はい、今言ってることがまるまるマジで行われてるのでなんならあの時って初めて会った時、そうそうですね、よくやれましたねあなた方はしかも怖い怖いとか言ってたのにまあまあなテンポ感でね、まあまあでもそれがやっぱおからじさんらしいところですけど、すいませんでした、いえ面白い、1年越しの謝罪を、そう、ね、1年越しに説教するとは思わなかったんですけど、でも楽しかったんで、はい、覚えてますね、結構鮮明に覚えてますね話、うん、そうで、そうなんですよ、で何話そうかなと思ってて、うんうんうん、で早瀬が結構多分、早瀬の方が多分先出ますもんね、うん、そうです、多分ね、なんで結構がっつり本格的な怖い系の話っていうかだったじゃないですか、早瀬さんがね、はい、なんで僕やっぱおからじさんなんで、うん、結構考察やるじゃないですか、うん、皆さんで3人とも結構好きななんか考察がタイプ違ったりとかなんで、うん、ちょっと考察要素がある話にしようかなと思ったんですよ、いいですね、1個は、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、まあ、ちょっとあんまりしないんで、うん、どれくらいの長さになるかでちょっとあと何本話せるとかになってくると思うんですけど、了解する、まあ、その辺踏まえてちょっとどうしようかな、はい、で まずじゃあ1個目ちょっと不思議系の話 で、はい、で僕これあのファンの方からいただいて、うん、ですげえ面白い話だなって思ってるやつなんですけど、はい、女性の方なんですよ、で20歳ぐらいだったかなの時に付き合ってる彼氏がいて、でまあ同棲してたんですよ、でその同棲してて、でまあその女性とまあ一緒に大体寝るんですよね、彼氏が、同じ時間帯ぐらいに、で普通にある日夜中寝てたら女性の方が、金縛りにあったんですよ、うん、で金縛りにあって、あ珍しいって、あんまりならないらしいんですけど金縛りになって、で一応その目は動くというかざっくりこう周りは見渡せるけど体は動かせないっていう状況になってて、でわー金縛り嫌だなーって思いながら、まあでもちょっと寝てみようという感じでこう目つぶってたんですよ、そしたら自分の頭の上の方でなんかすごい声が聞こえると、でその声っていうのが一つじゃなくて 3,4 人いる感じの声なんですって、で何話してるかって言うと、あれこいつでいいかなとか、うん、あれえこれ違うかな、まあでもいいんじゃないとか、時間ないしいいよいいよみたいな、なんかその会議みたいのが行われてると、うん、自分の寝てる上のところで、うん、で気になってその声ずっとこう聞き耳立てたら、
中年男女なんですよ。中年の男子、うん、女子の 3,4 人ぐらいのグループが自分の上で何か話してると、うん、でなんだこれと思ってうっすら目開けるとなんか本当にいわゆるちょっと普通のおじさんおばさんたちが井戸端会議みたいなのを自分の真上でやってると、うん、でも金縛り中なんで動けないし、え何これ何これってなってるんですよ。で彼氏の方をパッて見ても彼氏も熟睡してて何にもできない状態だと、えこの人たち何なんだろうと思って見てたらなんかちょっと切羽詰まってる感じの会議になってくるんですよ。でその会議っていうのがいやもう本当に時間もないからもういいよ最悪最悪これでいいからって言ってなんかあのすごい焦って、うん、この場所から移動しようとしてるんですよ。で何だろうって思ってよくよく聞いてたら運び出そうとしてるんですよ寝てる人、うん、でえこれもしかして私この人たちになんか持ってかれんじゃないのって思ってすげえ怖くなったんですって。で実際もう会議が終盤になってもういい分かった分かったもうしょうがないから行こうっつってでえ来る来る来ると思って目つぶってギュッてこう身を構えてたんですよ動かないなりに。そしてたら何も起こらないですよ、うん、あれって思ってパッて目開けたら隣のその彼氏がズズズズズって上半身がどんどん布団から上がってくんですよ、うん、で彼氏が運び出されてる感じなんですよ、うん、ええ何これっつってもしかしたらこの人たちなんか間違ったまんま運ぼうとしてるっていうのを気づいて、うん、彼氏を守んなきゃいけないと思って、うん、ふざけんなお前らって心の中で、うん、こんなことしていいと思ってんのかみたいなことを言って叫んでるんですけど、うん、もちろん声は出ないんですけど、うんうん、それがなんか届いたのかその人たちの一人おっさんがこっち向いてうるせえこっちも仕事でやってんだよって言い返してきたんですって、うん、でえ何こいつって思ったんですけどこれに負けて連れてかれたらもうなんかどっか会えなくなっちゃうような気がすると思って、うん、うるせえじゃねえお前間違いでこんなことしていいと思ってんのかみたいな言い返し続けてたんですって、うん、で言い返してる時に彼氏がふっとこう目を覚まして、はい、でこっちに近づいてきて揺り起こしてくれたんですって、うん、でそうしたら金縛りが解けて、まあ、その人たちも消えてったそうなんですって。でその時の話をその彼氏になんで今私のこと起こしたのって聞いたらあのまずその自分は寒くて起きたと、うん、上半身がもう半分ぐらいまで出てて布団からかかってなくて寒くて起きて隣でその彼女が苦しそうにしてるからちょっと起こしたと、うん、なんか悪夢でも見てんじゃねえかと思って起こしたんだよって言って、でも悪夢っていうかあなたの方がやばかったんだけどねって本人は思ってたらしいんですけど、でその日あれ何だったんだろうなって思いながら寝て、で翌朝学校があったんでその普通にチャリ通だったんで、家降りてで自転車通勤しようと思ったらその真横の家であのお葬式してて、でそこでまあ何人か亡くなってってるわけですよね、その、うん、まあ一人だと思うんですけど、うん、でこれもしかして隣を間違えて運び出そうとしてたのかじゃないかなみたいなことを思って、うん、結構ゾクッとしたという話なんですよ。すげえ話だ。だからその死神みたいなのが何かを運び出そうとしてたんじゃないかって本人は思ったみたいな話なんですけど、うんうん、じゃあなんか聞いてて思ったのは、はい、まあ、金縛りにあって、うん、目だけ動かして、うん、彼氏が上に上がってってるじゃないですか、うん、でなんかそれって例えばそれが死神だったとしたら、うん、なんか肉体ってよりかは、うん、なんか魂みたいなのを、ね、霊体を、ね、削り出すみたいな出してるっていう、うん、だから実際は彼氏は横にいたみたいなことなのかなとも思ったんですよ、うん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 、だけどそれ体自体も動いてて、うん、だからそうなんです、彼氏が起きた時はだから寒いからってことですもんね、ね、そうそうそれに体が上がっちゃってるんで、うん、物理的に殺すみたいなことなんですかね、連れてく、うんうん、どうやって持ってくっていうか、うどこまで持ってくるのっていう、その
話の、まあ、彼女の意見としては、うん、はい、まずその格好がそのいわゆるなんていうかな、勝手なイメージだけど、うん、死神とかならちゃんとした清掃してくるようなイメージがあったと。うん、でしかもなんかイメージかっこいい感じとか、うん、ちょっと線が細くて青白い男とか、うん、はい、なんかまあいろいろあるじゃないですかイメージ、うんうん、中年男女のなんかグループって何人かでね、そんなことあんのっていうので、なんか研修中のやつなんじゃないかみたいなのをなんか思ってたらしいですけど。なるほど。だからでもまあ確かにそういうなんか話だとしても面白いなと思うんですけど、うんうん、中年からスタートなんて思ってない。確かに俺は確かに中途入社みたいなシステムがあって、あんまりうまくできない人たちが集められて、うん、なんかもうとりあえず怒られるからこういいよいいよ時間ねえからっていうノルマあるしみたいなことで持ってったのかとか、いろいろその話がね、なんかいろんなところ突っ込みどころがある分面白くて、僕すごいこれ好きなんですよ話として。確かに。そうですね。それなんか寒くて起きたってことは冬っぽいじゃないですか、なんか時期的にも。そうですよね。で、そうかも。僕農閑誌の友達とかがいて、冬って結構その寒くて朝起きてこないみたいな死に方って結構あるっていうのがあるから、なんかその物理的に殺すみたいな寒さでみたいなことって意外とあるんじゃないかなみたいなのはちょっと思った。なるほどね。寒くして寒くだいぶ長期スパンで殺そうとしてるあのレベル高い死神になると魂ガサーって殺せるんですけど、ね、やっぱ下っ端の中年男女なんで、うんうん、まだそこまでの力ないですよ。自力ではできないぐらいの能力っていうことだよね。だから自分で殴って殺すこともできないから、寒さで殺す。それが一番時間かかるでしょ。時間追われてるからでもなんかその話を聞くと、うん、本当もう決まって言ってるんだなっていうか、その死ぬ時期っていうか、うんうんうん、なんかそんなイメージがありますよね。まあ決まってるというか、うん、誰でもいける殺せるというか、だからなんかそのもうその人がターゲットが決まってきてる感じなんですか、うん、要はこれだよねみたいな、うんうん、この人だよねみたいなのを言い合ってるってことは、うんうんうん、ただそこの情報が少ないからなのか、なんかそれで間違いが起こるってことじゃないですか、だから、うんうんうん、だから情報足りてねえんじゃねえのっていうのがまず一つと、ね、うん、でなんでそのまあまあおっさんおばさんなのかっていうのとか、なんか俺その後に、次の日隣の家がお葬式してたってなって、うん、間違えていやもうこいつでいいよってテンパっとる人らが、うん、ちゃんとその隣の人を殺せてるじゃないですか、うんうんうん、そこがなんかちょっと、うん、なんか微妙だなっていうか、うんうん、だからそうそうそう変ですよね、うん、なんか死神が来たってよりかは、うん、死神が来たのは隣の家で、うん、その人たちは実はその家で過去にそういう事件があったというか、うんうん、みたいなパターンの犯人側の例みたいな難しいそう、うん、実は、うんうん、あそれかあれですね、それかそれもう方向転換したけど途中でああ勝ち切ったけど、それを被害受けた人の記憶みたいな、うんうん、記憶見せさせられてる、うん、今で俺はちょっと思ってたのが、うん、そもそも取るべき人は隣の人だったと、うんうん、でまあ本来そのもう亡くなるもう亡くなってるわけじゃないですか、葬式とかだから、うん、でそこに何かその最後の魂みたいなのを引き抜くとか何か作業があんのかなとかって思ったんですけど、うんうん、それをやんなきゃいけないのに本当は違う生きてる方行っちゃってるみたいな凡ミスなんかなって思って、うんうん、それは思いましたね。その、うん、お葬式が行われたってことは多分亡くなってから、うん、何かを 2,3 日、まあ、早かったら1日とかかもしれないですけど、うん、今日死んで今日組織っていうのはちょっと考えづらいなと思ったんですよね。だから前の日とか前の日ぐらいに亡くなってるのに今そうやってこいつじゃないこいつだろうみたいな話が行われてるっていうのがなんかその関連性っていうのが、だからそのさっき岸本さんが言ったように、うん、そのなんか最後の魂を引き抜くみたいな、なんかそのもう死んじゃってるんだけど水先会えない人的な、なんか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 そういうなんかよくあるじゃないですか、あのおへそからなんかシルバーコードがつながってギリギリこう魂となんかまだつながってる状態で、うんうん、最後の最後のその
魂を持っていくみたいな作業を間違えちゃったのかなっていう。それだとしたら体を動かしてるのがおかしくないですかっていうことですよね。ああ、そうか。そう、だからいろんなところが変なんですよ、ね、なんかちょっとずつ変だから、ね、なんかどれの話説勝手に考えたやつですけど、でも何かしら一個がおかしくなるみたいな。だからでもなんかその考察しがいがあるんですよ、これ。魂がその最後に抜きに来たみたいな、うん、だったら、こいつ魂出てないけど連れてっていいのか、大丈夫かっていう会議をしとるみたいなのもちょっとつじつま合う気がするんですけどね。でも急げ急げってことは間違ってるのは分かってるわけですよね、うん、この人が。もうだからね、めんどくさくなってるんですよ、ちょっとバイト中にもういいやっていう兄ちゃんが出てきてる感じが。だからそれで間違ってるもんで、ね、バイトリーダーが出てきて、うん、あの最後の処理をしてったっていう感じですかね、うんうん、あもうあいつらに任しとけばっつって、うん、お前帰れと、しかも起きちゃったからっていう、うんうん、あとすごい腹立つのが、その生きてる別の人と会話しちゃダメじゃないって思うんですよ、うん、確かに会話してんすよ、うるせえ仕事でやってんだ、うんうん、仕事ができてないんだけどな。 そう、それなんかタブーじゃないって勝手になんか別に多分ないんでしょうけど、ルールは。でもそれやったらなんか死神としてはダメだろうなってなんか思う。そうか、なんかね、いろんなとこが気になっちゃうんですよ、これ。気になりますね。え、じゃあもう突然死みたいなのあるじゃないですか、うんうん、あの人がみたいなのは間違った結果かもしれんですね。なるほどな、連れてかれたっていうか、あるかもしれないですね、その間違いパターン。間違いパターンだってそれも、もし彼氏さんの方が亡くなってたらそれで、うん、突然死ですもんね。そうですよね、うん、でその過程を初めて見てた人になるわけですね、うん、彼女が、うん、いやすごいな、すごい話。なんかいろいろ不思議なんですよ。でそう、全然なんかね、自分の中でしっくり落ちる話が、な説が出てこなくて、だって金縛りにさせれるのであれば、うん、彼氏を、うん、させた方が絶対ですもんね、うん、起こさせないように。爪が甘いんですよだいぶ甘いですね、うん、だからあの死神初心者説は、うん、だいぶ、そうそう、だから最初のその本人の言ってたその、うん、死神の研修レベルっていうのは意外といいとこ行くんじゃないかなっていうような感じはあるんですよね。出世して衣服着てくるような。そうそう、だからあのね、いわゆるスーツ姿とか、うんうん、あのシルクハットとか、かっこいいやつは、うん、まあちょっとちゃんとあの正規の社員になれたよっていうカットで、正社員ですね。そうそう、俺僕マックで働いてたんで、そのやっぱピシッとなるんですよね。マネージャーになるとやっぱクルーの状態だとやっぱ適当なんですよ。やっぱなんかでも責任感出てマネージャーになると、やっぱネクタイ曲がってたのを気になるとか、そういうの気にするんですよね。そういうのがあってこそ初めてちゃんとしたあの僕らのイメージする死神になんじゃないかなっていう話なんですよ。すげえすげえいい話ですねこれ。僕すごい好きなんですよ。辿りますね。怖いしちゃんと、うん、あの実はおからじにも前にその幽霊が車座になって会議してるっていう体験談が届いたことがあるんですよ。ありますね。だから案外会議するもんなのかもしれないですね、そういう幽霊とかと。ちなみに どんな会議の内容なんか。それは、うん、と川の上で正座したおじいさんおばあさんたちが、うん、その輪になって何かを話してるみたいな、うん、どんな俺まず車座が分かんなかったから、うん、あの話聞いてた時、うん、もう入ってきてそこでそこで知った感じで進めるから分かんなくなっちゃう。最後一応明かしましたよ、最後。ああそう、車座って何ですかってすげえがっくりするなその話。なんかその中に、うん、そのいついつ亡くなった人もいたねみたいな近所の、うんうんうん、なんかそんなような話で、会議の内容までは言ってましたっけ。いやそこまで会議しとるっぽいねみたいな感じでしたよね、うんうん、あじゃあさっきで言うとそのちょっとうっすら何かごちゃごちゃみんなで喋ってるぐらいの感じなんですかね。違う、近所で亡くなった人がいるから、うん、その死んだ人の会議だみたいな感じだったっすよね、うんうん、ちょその会議を経てその動くっていうことならまあまあ、うんうん、なんかね、うん、でその亡くなった人もいての話ですもんね、それは、うんうん、でさっきのちょっと間違えて、うんうん、取ってっちゃった説のその事前段階そかそかもうちょいいたんじゃないですか研修の話が確かに、うん、そんな
そうそう、だからいろんなのとつながりますよね、それ意外と、そうそうそうなんですよ、結構不思議だし、まあちょっと怖くもあるというか、なんか不思議な話なんですよね。そう、僕も結構友達から聞いた怖い話の中で、うん、その死神が出てくる話あるんですけど、あるんだ、へえ、なんかまだあのハロウィンとか流行ってなくてコスプレが、うんうん、って時に家の前、隣の家の人の前の玄関に、うん、死神みたいな格好した人が玄関の前に立ってたと、うん、ザ・カマみたいな、そうカマみたいなの持って、カマ、オーブみたいな、そうみたいな、でマントみたいなのつけてて、うんうん、の後ろ姿を見て自転車でパーって通過して家帰ったんですって、うん、でお母さんたちになんか変な人おったって言ったら、なんだろうねみたいなこと言ってたら、次の日お葬式が開かれてて、なとおじいさんが亡くなってたと、うん、だからあれ本物の死神だったんだみたいな話なんですけど、うん、それは一人だったしちゃんとしてるんで、うん、もう出世して、うん、もうエリアマネージャーぐらいの、ね、死神だった、そこまで行くとね、ザ・死神まで行くと確かに顔どくろパターンとかねその辺まで行くとエリアマネージャーぐらいまで行ってるかもしれないですね確かに、うん、顔どくろパターンそれこそ雑誌が見えそうですね。そう、結構でもそうなんですよ。あので、まあ、ちょっと、まあ、まあこれ話長くなっちゃってますけど、あれなんですよ、ね、これも投稿だったかな、聞いた話かちょっと忘れちゃったんですけど、うん、ある、寝てる人の体験談だったんですけど、うん、自分が空中に浮いて、で運ばれてるのを体験してるって人がいるんですよ。で、なんですか、だから空飛ぶ絨毯に乗ってるような状態で、うん、その外に出てるのが、うん、もう体験としてすごいきっちり残ってるっていうのがあるっていう人がいて、だからその飛ばすこともできるのかなと思って。あ、その霊体がっていう、霊体じゃないです。肉体がって言ってるんですよ。すごい。で、それ、そう、まあまあ、でも、本人の感覚でしかないので、うん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 、まあ、わかんない部分も多いんですけど、霊体だったらよくあるのが、自分が寝てるのを見えるとかっていうのがあるんですけど、なんか天井が近いとか、ね。そうそうそう、とか、まあ、いわゆるアストラル系の話って、大体その、自分がいるのは、まあ、どこにいるか、大体自覚してるっていうのが多いんですけど、それに関しては、もう自分が確実に飛んでるっていう感覚っていうのを、で、しかもその、自分が飛んでるんだけど自分の意思で飛んでるわけじゃなくて、うん、連れてかれてる、連れてかれてるっていうのが分かるみたいなのを言ってる人がいて、それってだからなんか運ばれてて、でもその人にはその霊力が強い弱いとか分かんないですけど、うん、要は実体が見えてないパターンなの、うん、あー、その連れてってる人、そうそうそう、それで言う、さっきの話で言うと、そうそうそう、その4人ぐらいの男女の人が、もしかしたら霊力があれば、うん、自分の手足を中年男女が全員持ってるかもしれないっていう可能性がなっていうのをちょっとそう思ってたんですよね、その他の話と聞いた時に、あ、これ別でまたちょっとつながるなとか思ってて、それこそその1話目の彼女さんがちょっと霊力あって見えたっていうだけみたいな感じはしますね。話もできてますからね。ね、すごい。そうなんです。面白いでしょ。うん、めっちゃおもろい。めっちゃおもろいです。俺なんかもう、前回の、歌舞伎町のやばい話だったりとか、うん、で、今回の、林さんの収録で、うん、やばい話聞いたじゃないですか。うん、なんかもう、岸本さんも重いやつで来るのかなと思ったからすごい身構えてたんですよ。そしたらすっごい楽しい話ができる怖い話してくれたからテンション上がっちゃって、うん、俺一人でめっちゃ喋ってますよ、なんか自分の怖い話もできて、そうですよ、まんまと僕の作戦に乗ってます。泳がしてくれてありがとうございます。でも、そう、岡田さんってね、やっぱあれじゃないですか、考察のイメージがやっぱ強いから、なんかしやすいのがいいかなっていうので、これ1個選んできました。ありがとうございます。面白い、はい、ベスト考察今度岸本さんに送りましょう、これの。もうちょっと練ってね、でも都市ボーイズはもう投稿の量がえぐいっすよね。あ、そうですね、それはすごい、結構マジで日本一じゃねえかなっていうぐらいすごいクオリティが高いし、ね、量も多いし、これはすごい、5、6通ぐらい起きてないですか1日。うん、結構だからもう YouTube のコメントでも募集することがあるんで、あ、そうかそうかそうか、すげえですね、全部で、うん、だってどんな無茶ぶりの
募集しても来るんすもん、うん、結構面白い話が、うん、コメント返し会みたいな。この間だってあの洗脳された体験のある人あのくださいって言ったらすげえ来たんですよ、過去最高レベルみたいなのが結構来たりとか、やっぱそうなんです。そうなんだ。やっぱ やばい放送主にはやばいリスナーが集まるんで、まあ否めですけど。そうそうそう。そうなんですよ。え、今度ちょっと今おからじに来てる依頼があるんですよ。依頼。ほうほう。それおからじのパワーを使ってもわからんかったら、うんうん、一回都市ボーイズさんに振っていいですか。ああ、いいっすよ。北海道の話なんですけど。ね、まだだからそのなんていうか。途中経過みたいな話ですか。そうそうそう、これから動画に上がるんですけど、それでもまだ途中経過なんですよ。はいはい、で、こういう村を探してください的な感じなんですよ。なので、まあ一回ちょっと動画出してみて、なんかあんまり情報が集まらなかったら、都市ボーイさんとか持ってって、ああいいですね、解明したいですね。まあ俺らが解明できる前提の話が進んでますけど、あの情報を募集して、それは3人がだから考察とかいろいろした上で、もうね、ダメなら来るってことですね。そうですね。考察ってやる要素ある。もうね、一回撮ってあるんですよ。ああそうなの。で、はい、まあこういう僕の知り合いに北海道の方に聞いてみて、でこういう情報が来ました皆さん。どうですかみたいなところまでは取ってあるんですよ、うんうん、でそっからどういう情報が来るかなっていうとこなんですけど、僕らは土地勘もないんでそこの。そう、あ、なるほどなるほど、うん、そうなんですよ。だからでそれで北海道のリスナーさんが多分どんだけおるか分かんないし、はあはあ、都市ボーイズの方が倍以上いますから、まあ、そうですよね、うん、伝わる、まあ、裏のスペシャリストですからね。そんなつもりでやってない。何冊も本を、はい、でもちょっと手に負えない案件みたいのがあるんですね、うんうん、まあ、あと範囲が広すぎるっていうのがちょっと面白いところもありますけどね。 そう、うんうん、その北海道の中でも、まあ、こっからここっていうのが400キロぐらいあるんですよ。うん、でそこのどこか分かんないみたいな感じなんで、本当それこそ東京から愛知ぐらいの、ああそれぐらいの範囲ですか、ぐらいなんで、ちょっと厳しいな、ね、めちゃくちゃ厳しいですよね。まあ、でも話面白そうですね、その途中経過で気になるレベルってことは。またちょっとあの情報を送りますので。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。ぜひやってみてくださいっていう。そうですね、じゃあ どうしようかな。もう一個、もう一個お願いします。聞きたいです、はい、お願いします。これあどうしようかな。もう僕のその手持ち札って、はい、あのアウトかセーフのラインがもうほぼ決まってるというか、はい、ちょうどいいのがほぼないんですアウトはマジでアウトっていうのが多いんで、うん、どうしようかな。でもまあこれもじゃあちょっとだけ考察要素がある話にしようかな。うんうんうん、お願いします。ちょっといろいろぼやかして話すかもしれないんで、はい、変な感じになっちゃうかもしれないんですけど、はい、自衛隊の方から聞いた話なんですよ。まあ、元自衛隊の方から聞いた話なんですけど、うん、はい、結構やっぱり自衛隊周りってそもそもいろんな、心霊系の話とかって多いんですよ、うん、はい、でまあその方以外にもいろんな話聞いてて、結構代表的なので言うと硫黄島、はいはい、はい、有名な都市伝説みたいなのがあって、はい、でそれが硫黄島の大学の時に硫黄島で研修みたいなのをするんですよ、うん、でその時に硫黄島の石があるんですけど、うん、それを持って帰るとたたられるみたいな都市伝説があるっていう話があって、うん、はい、でそれ、ま、都市伝説なのかなって思ってたんですけど、本当にその防衛大学の研修だったかなの最初に頭に注意事項としてすっげえ真面目な顔して教官にこれは、石は絶対に持って帰らないでくださいと、高熱が出るという、恐れがありますのでっていう、普通にそれありきみたいな感じで話がするらしいんですよ。でそれぐらい結構閉鎖された中で結構訓練とかすることが多いので、自衛隊の話って、まああるんですよ、もう その、うん、場所ごとでぐらい結構あるらしくて、でその中でちょっと、うん、場所は伏せますけど、はい、ある、まあ、その聞いた方が働いていた場所、うんうん、基地までは言っていいかな、基地の話なんですけど、うん、その方が、まあ、いろんな研修とか終わってで、まあ、各地方の場所とかにこう振られるわけなんですよね、うん、でその時に、まあまあ本当に偶然
振られたところがその場所だったっていうだけなんですけど、でそこでまあいろいろ最初の頃は働くんですけど、ある時からあの夜勤の、まあ担当になったと、うん、で言ってもその夜勤って言ってもものすごいいろいろやるわけじゃなくて、まあ普通にその何ですか、点検とか見回りとか、まあ、そのレベルのことが多いらしいんですよ。でその点検とか見回りをする中で、まあ、その教官じゃないですけどちょっと先輩の方とかにいろいろこう最初に注意事項とか、ここ気をつけてとかこういうことやってとかっていうのを言われるんですけど、その中にあの白い霊が出るから気をつけてみたいなことを言われるんですって。でそれ入ってすぐ、結構すぐの段階で言われてかまされてんなって思ったみたいなんですよ。あのなんかこういう新人かましがあるんだなっていうぐらいにしか思ってなかったみたいで、でまあその時も全然気にしてなかったんですけど、夜勤になってである時期からあの点検してた時に階段の方からスッて白い影みたいなのが登ってくのが見えたと、うん、でパッて見てあっって思ったんですけど、結構普通にスッて行っちゃったんで、でまあもちろんその後点検で見に行くんですけど、もう何もないみたいな、あれってなって、でその後も、まあ、夜勤ずっと続くんで何日かに、まあ、1回ぐらいのペースで、その白い影を見るんですって。でその見るポイントも必ずそのある階段の、まあ、場所に限定されてて、で時間帯も大体それぐらいのことが多いそうなんですけど、まあ、夜勤なんで大体時間が決まってるんですけど、でこれなんだろうなって思ってたんですけど、ある共通点がその出たんですって。でそれの共通点で何かっていうと、あの翌日その白い影を見た翌日に、その基地内とかであの亡くなった人が出たんですよ。亡くなってる人が出た、うん、でその亡くなってる人が出方っていうのが、まあ本当にその結構長い間勤めてて、そこの基地に いるんだけど、あの病気でちょっと入院してた人が亡くなったっていうようなこととか、だからそんなにそのなんていうか直接関係なさそうだなみたいなのもあるんですけど、うんうん、ただ中には、ちょっと、うん、自分で命を絶ってしまうみたいなのもあって、うんうん、でそれがその必ずなんですって、もう 100%、白い影を見た翌日には何か亡くなったりとかネガティブなことが必ず起こるんですって。でそれをまあまあ、教えてくれて、でまあその場所っていうのもまあ、分かってはいるんですけどちょっと言えないんですよ、うん、でただそれ聞いて僕すごい一個すげえ怖いところがあって、うん、そこをちょっと皆さんに考察してもらおうかなと思ってて、うん、今聞いた中で僕すげえゾッとするところがあったんですよ、うん、一点、うん、そこなんだと思います？どこだろう。急にクイズ出されて困る。うん、ちょっとねみんなにも頭働かしてもらおうかなと思って、まあ、教官というか先輩に、まあ、かまされるわけじゃないですか、うんうん、で、まあ、それは、まあ、そのままほっとかれてるというか、うん、そういうもんだよねみたいな流れになってるじゃないですか、うんうん、そこがもうそれを何とかしようとか、もうなんか納めよう、何とかしてなんか例えばお祓いしてとか、うんうんうん、納めようとかせずに、うん、もうそのままなっちゃってる、イコール、うん、何とかしようとしたけどできなかった、もうこれは人間の人知の超えたものだから、うんうん、そういうもんだから、そうそういうもんだからってしちゃってるっていうところは、なんかもうずっとねそれが続いてるっていうのが嫌だなってちょっとする、私はそこはちょっと気になりましたね。あ、なるほど、うん、しょうがないじゃんみたいな、うん、なっちゃってるっていう、
正解じゃないですけど怖いですね。うん俺そこはあんまり気にしてなかったけど。あ、本当ですか。意外と怖いところだなって今言われて思いました。俺も今言われて正解かって思いました。いや僕すごいな、さすがだなって思いましたね。あ、なるほどって思っちゃいましたね。ただ違うんですよ、僕はこれ聞いた時にすぐ、まあ、その方に聞き直しちゃったことがあって、うん、それが、まあ、やっぱり個人的には一番、あ、そうだよね、やっぱりおかしいよねって思ったんですよ。問題もう一回聞きてやっていう。ああ、もう一回。じゃあ、ざっくりもう一回流して話しましょうか。こんな怪談話ある？もう一回流して話す怪談話みたいなのってある？しかもこれ聞いてる人は2回目聞くわけですよ。その短時間で。でも多分2回目聞く人は違うなんか聞き方が、うん、間違いない、うん。どっかにヒントがあるとかって見ちゃうから。さすがなんか世界で一番怖い答えやってるだけある。確かに意外と知られてないんですけどね、そういうのもやってるっていう作家でね、クイズ作ったりとかもやってますけど、別に今日はクイズやりに来た感じじゃないけど、思いついたんですよ今。あのな、考察系でできそうなのないかなと思って、ちょっと今もう見てください、3人同じポーズ。そうそうそう、こんなに腕、あの俺放送事故作りたくないもう一度ポンポン出るからと思ってたんですけど、じゃあもうどうします、出そうですか、出ない、いや出ないと思いますね。出ない、難しいですか、ちょっとね。難しいですね、うん、じゃあもう一回軽くさらっと話して答えを言いますね。問題出してください。あのだから、まあ、その基地でその白い影を見るよっていうのを、まあ、その教官に言われてかましだと思ってたと思うんで、うん、まあ、その後自分がその夜勤になって、その白い影を、もう、何日かに1回ぐらいは見るようになると、うん、でその何日かに1回っていう、まあ、その話なんですけど、必ず共通点があって、その共通点っていうのが、その翌日に必ずその亡くなったりとかネガティブなことが必ず起こるっていう話、うんですよね。さっき聞きましたもん。うん、さっき聞きましたもん。全然僕変えてないですよね。変えてない。変えてないです。ここを僕がすげえ最初にゾッとしたのが、うん、何日に1回もネガティブなことが起こってんだって思ったんですよ。ああ、そうかそうか。で、うん、そのネガティブっていう内容が結構やばくて、うん、その、まあ、これ言うとね、ちょっと場所とかもバレちゃうのがあるんで、あれですけど、まあ、要は単純に人が亡くなることが、うん、数日に1回ペースで続いてる時があったってことなんですけど、でこれで怖いのが、これもちょっと言うか微妙なんですけど、うん、あの要はそれが世に出てないことなんですよ。うん、そうですね、うん、でまあ、どうしようかな。その出てない理由っていうのが一応あって、うん、はい、っていうのがリストとかが実はあるんですよ。亡くなった方のってことですか？そうです、はい、で亡くなった理由とか状況とかがあるんですけど、うん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 、それを外部が見よう、例えば亡くなった方の、遺族の方とかが見ようと思った時に開示されないっていう、見せられないんだ、ものが結構あるんですよ。で、うん、まあこれ過去の問題になってるんでちょっと話してもいいと思うんですけど、うん、あのある遺族の方が、まあ、その亡くなった時に、弁護士を使って開示しろということを 、うん、言ったんですよ、うん、そしたらその出てきた開示しろって言って出てきたものが、うん、もう真っ黒な塗りつぶされたリストだったと。つまり機密情報が多すぎて、あの出せませんっていうものが多くて、結局本当の情報がほとんど入らないってことなんですよ。だからもし、まあ、そのあくまでですよ、もうこれも都市伝説として聞いてほしいんですけど、その方が言ったことが本当だとしたら、数日に1回のペースで何かしらが起こってるのにもかかわらずその情報が出ないっていうことは結構やばいんじゃねえかなっていう話ですよね。いや、これあの、うん、ちょっと違う場所ですけど、うん、僕の友達が働いてた会社も、うん、機密事項が多すぎて、うん、世に出せない、言ったらもう罪になるみたいな、ああ、もう国家秘密保持契約とかですね、うん、みたいなところで働いてて、うん、そこの社員寮みたいなのがやばいって言って、うんうん、もう毎日のように人が亡くなるんですって、うん、
もう何日に1回とか、うん、もう1週間に 7人亡くなったりとか、うんうん、っていうのも、うん、その言えないことからのストレスとかで、うんうん、結構自害する人が多いみたいな、まあそうですね、うん、要はちょっと鬱になっちゃったりとか、うん、そうそうって言われてるんですけど、うん、そいつもそこに住んでて、うん、聞いたのは実際それがストレスで、うん、やめたもう死にたくなるほどのストレスにはならないと、うんはい、それがきっかけで、ストレスをちょっとでも溜めた上司のいじめみたいなのが、うんうん、その社員寮の中で行われて、はいはい、その下っ端の子らが死んでくみたいな話を聞いたことがあって、うんうん、で例えばその自衛隊とかの中でもそういうのが実はあって、うんうん、それをなんかその白いもののせいにしとるみたいなパターンだったらめっちゃ怖いなっていうのは思ったっす ね。俺もある有名企業の、うん、もう超有名ですけど、うん、聞きました社員寮で、うん、そこの有名企業の、ま、車、うん、関連ですけど、うん、そこのある部門だけの社員寮があるんですよ、うんうん、そこは本当にもう数日に1人ペースで、っていうのは聞いてますね、しかも、うん、そういう鬱とか、うんその上司のパワハラだとかみたいな、うんうんうん、でもやっぱもう多分一緒かもしれないケースけど、ああそうかもしれないですね、もしかしたら、うん、出どころ違うところで同じ話聞いたとかね、うん、そう、もう僕そいつはもう辞めちゃってるんですけど、うん、で自分でなんか違う会社立ててなんかやってますけど、うんうんうん、え、うん、もうじゃあその企業言ったらいいんじゃない釣り合わせたらいいんじゃないですか、いやいや怖い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 やめてよ、もうじゃないですか、いやいやじゃないんだ、これカットですよね、カットあのそっちで処理していただいて僕はもうここノータッチなんですいません、うん、ピーピーってなってそうだね、うん、でも違ったってことも怖いよね、怖いねそのでしかも2つともありえるねっていう感じだったから、あのトモさんの方は俺聞いたことあります、近い近い話を、うんじゃないですか。そうそうそう。そうですよね。そうなんだ。怖、これは実際その部門にいた人から聞いて。あ、やっぱそうなんだ。まあ、もうあくまで僕も噂程度でしか聞いてないんで、うんうん、自分で取材してないから、うん、まあまあ、うん、あくまで都市伝説レベルで聞いてますけど、うんうん、その共通するのがそれが世に出てないってことなんですよね。うん、やっぱり。そうそう、うん。そこがやっぱ怖いとこですね。で、やっぱその結局世に出さないでなんとかなっちゃうぐらいの力があるところだけなんですよ、これができるのって。ってことは他にもいっぱいあるじゃないですか、それクラスのところって、そのね、あの国に限らず、うん、企業でもやっぱあるわけだから、そう考えるともうマジで氷山の一角なんちゃうかなって思って。でもそこら辺で起こってるってことですよね、きっと。知らないところではそういうことが。実際愛知うん、にも僕らの町の豊橋の隣に基地があるんですよ、自衛隊の、はいはいはい、そこもねすごい辞めたやつからすごい聞きますから、そうなの、まず4階だか3階建てなんですけど、うん、中は、うん、4階建てだったら3階しかない、うん、だから外から見ると4階建てなのに、うん、中から階段上がってくと3階しかないんですよ、うんうん、どういうこと？なんで？ワンフェイクあるのか。そのフロアに入れないように壁になってるんですって。もう階段のところが。階段のところが。うんうん、ドアがもう消されちゃってるっていうか、壁で。何それ？何があるか分かんないんです。何のメリットがあってやったんだろうそれ。怖。うん。で超大手 YouTube チャンネルの、うん、もうそれこそ100万人はとっくに超えてるような、うん、まあある YouTuber が。うん、まあ、元自衛隊って言ってるんですけど、うん、そこ出身なんですよ。へえ。でその YouTuber が都市伝説として語ってたのが、うん、ある日上官が隣トイレしてたら隣に来て、うんうん、そういう機密情報を守れるかって聞いてくるんですね。ほうほうほう。でそういうものを扱う機関に、うんうん、トイレでリクルートしてくるんですって、うんうんうん、っていう話をしてました。そういう部門になんか
あなたは誰どこどこ配属ですよとかじゃなくて、通達が降りるんじゃなくて、トイレで横に来て直接リクルートしてくるっていう、その部門にっていう話を聞きましたね。言ってましたね。で誘われて、うん、でまあ、辞める予定だったらしくて、うん、あ、それ自体を、その自衛隊自体、うん、自衛隊事業、うんうん、で辞めたっつってましたけど、入ってから辞めればよかったね。うん、実態知ってから、ね、うん、もう100万登録者ぐらいいったんじゃないめちゃ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 怖かったっつってましたね、それは。いやでも それ怖いっすね、その表じゃないところでリクルートされるって、ね、だってそれを知っちゃった時点でちょっと怖いっすね、うん、その要は一個秘密も握らされてる、ね、そうですね、でそいつ言っちゃってるし、うん、しかもめちゃめちゃ大手 YouTuber ですからね、うん、あれっすか、このあっそうですね、まあやっぱりそうですよね、うんうん、だと思いましたよね、うん、みんなもだと思ってますよ、まあそうね、逆にここは隠すんだと思うんですよ本当ですよ、まあまあその動画残ってますからね、どこに P 残してるんだろうみたいな、なってくると思うけどそうやって言ってましたね動画で。へえ、だからまあやっぱ知らないね闇みたいなところはあるんでしょう ねまだまだまだいろいろ聞いてますね、その自衛隊の、うん、表に出てない話は。うん、ただ、うん、これね、あれなんですよ。これ系の話、あんまり深く掘ると、ね、あの、うん、危ないっていうのも言われてるんで、うん、僕、あんまり話してないんですよ、こういう系の。うん、ただ、やっぱまあ、それなりに、僕以外にも、やっぱその階段系の人とか、うん、一緒にイベントやって、例えばこういう僕が話したりとかすると、うん、あります、ありますってなるんですよね。あ、そうなんだ。こういう系の話、うちのチャンネル潰そうとしてます？だから自分とこじゃできないから。いやそうよ、だってそれ募集してたじゃない。そのくせ漫画とお呼びされて名前まで言って、まさかそれをやってくれるとは。マジであの呼ぶ人間違えてます。来年もお願いしたいですよね。絶対そうなんですよ。いやすごい、ちょっとね、あの思考変えたというか、うん、ちょっと早瀬がだいぶストロングスタイル。まあ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 、そうですね。みんなね、なんか押し黙っちゃうみたいな、なんか今回はちょっといろいろ楽しめる感じのものにしよう。まあまあまあ、そうですね。楽しめるっていうとね、あれですけど、考察しようがあるものにした感じですね。考察も楽しかったし、まあ僕らも乗っかって後出しした。ね。都市伝説、うん、まあ、嘘か本当か分かんないですからね。そう、都市伝説ですから、うん、っていうか嘘です。そうです、あんな嘘です、ね、僕はもう全部嘘です。過去もずるいじゃないですか。船降りたじゃないですか。過去のも含め全部嘘ですし、僕もです。知らないんで、なんかある方はおからじさんのコメントの方にぜひお願いします。もうおからじに全部ぶつけていただいて、うん、そうですよ、うん、すいませんね、なんかあの、いろいろ土足で踏み入った感じで、めちゃくちゃ貴重な、貴重な話を、すごいですね。うん、でなんかこの死神っぽい、まあ、僕は最後のその白い影もなんか死神っていうか、うん、その不幸を呼ぶものみたいなので、確かに、うん、なんか繋がってる感じするなと思って、なんかこのなんか死神合わせてきた感じがすごい。それちょっと最初に入れといてもらっていいですか。僕が話す。死神でもう一個っていうのを言っとくんで、あとねオンリーで撮るんで。いや俺は結果的にそれで岸本さんが死神となって俺たちのチャンネル潰しに来たっていうオチにしようと思いました。 うまい。それも僕言います。オンリーで撮らせてもらうんで、あとから岸本っていう死神が来たっていうのは、はい、ちょっといただきます。ありがてえな。僕ら毎日アップの最初なんですよ。ああそうなん。ここでバンされたらもう毎日アップとかじゃないですから。ああ確かに。じゃあまた数年後にお会いできれば。最近はね結構大変らしいですけどね、バンされたら。ね、そうなんだ。 YouTuber 業界もなんか結構いろんな方がね辞めたりとかしてるんで、ね、そうなんだ。そうそう。なんで二人とも知らないの。あんま詳しくないんですよ。結構長いことやってるのに。あんま詳しくないんですよね。そっか。そこはトモさんが担当です、ね。まあまあまあ、うちは、あの、うまいことサブちゃんが分けてあるので、じゃあ。ああ、そうなんですね。はい、なるほど、なるほど。そっちで。そうですね。まあまあ、じゃあちょっと、はい。また、機会があるようでしたら。はい、ありますよ。ありますよ。じゃあ、てか、岸本さん、思ったっすけど、すごいこういう、うん、あの、楽しい怖い話もしてもらいますけど、はい。
エグコア向けかもしんない。本当ですね。いや今の話は本当そうでしたね。僕はでもマジで自分の身に危険があるものは絶対話さないですから、ね。そうかそうか。あの本当に嫌なんで。でも本当に嫌なのがあるんで。知ってるってことですもんね、そういう話をね。もうあくまで嘘ですけど、ね。まあ、僕は、うん、あくまで嘘ですけど。はい、うん。そんな。ね、はい、まあまあ、全部嘘の岸本さんが監修した本があります。やめてやめて。本は無実。本は俺それ言われるとマジで困る。本が嘘とかなっちゃうと。俺書いてないのいっぱいあるんで。ええもうあの、ね、ちゃんとしてます。本の中身はちゃんとしてますんで、ね。超怖い村の話。はい。はい、すごいいろんな方がね寄稿してますね。今回すごいっすよ、ね、っていうか僕ら監修でいいのかなってちょっと思いましたもんね。すごいメンツが読ませてもらいましたけど面白かったっすね。ありがとうございます。はい、じゃあそうですね、あのもうどんどん宣伝していただいて、はい、詳細欄にね、うん、URL がありますので、まあ、Amazon のリンクをはい、はいはい貼っておきますので、うん、ぜひぜひ気になった方は今多分表紙が出てると思うんで、うん、画面に、そうですね、はい、ずっと出てますよね僕の回。いいですか、すごい、はい、始まりからずっと出てます超怖い村の話村の話一つもしてない。確かに早瀬はだいぶしてたのに俺一切してないのに、うん、じゃあなんか死神とかサムネにしといて、ね、いただければいいかな。タイムさんをフォトショーで死神みたいな格好にして早瀬まあまあいいっすけどぽいっすよね俺よりぽいから、うん、でもめちゃくちゃあの村の話載ってるからすごい、そういう、いや本当によくありますよ ねこんな村。いやだから僕たちが知らないだけでめちゃくちゃ埋まってるってことですよ、ね、こういう、やばいというか怖い村が。そうそう、僕は本当ドト会なんで、もうそのドト会ですね、もう中心なんで。ちょっと、ね、でも一応歌舞伎町の話とかね。ああそうそう、ちょろちょろ、ね、そうですね、ありますけどね。やっぱ村系はちょっとやっぱ異質なんで、あんまり体験できないじゃないですか、僕はもうそもそも、ね、あの環境が違うんで。そういう意味では結構面白いですね、そういう本当にこんなんあんだっていう風習とかまだあったりしますからね。岸本さん、まだ明らかにされてない村っていうのがあって、はい、あの木村って言うんですけど、はい、怖いでしょ。第3弾は第3弾超超怖い村の話では、じゃあ、木村をどっかに。木村の話も。これマジで入れたら多分クレームきますね。そっちに。帯ぐらいにしてくれ。いや、僕はぶっちゃけいいっすよ。あの、全然宝島さんに言うのは言いますけど、はぁってなるだけなんで。いいっすよ。全然。その覚悟が終わりなら全然言います。あのちょっと岸本さんが今ちゃんと言ってくれたんであれですけど、ああこれ一発目木村さんが言った時から俺ら心の中ではぁって思ってます、うん、仲間うちも説得できてねえのによく来たな。自費出版でお願いしますって。そのエピソード本当にあるの？結構長尺のまあまあ大変ですよ一冊は。ということでね、あの昨日早瀬さんにもね、はいはい、あのあげたんですけど、うん、今日はあの岸本さんにもあの新しい本が、おはようございます、はい、呪われた金書、はい、出ましたので。前もこのメンバーでしたっけ？そうですそうです、そうですよね、はい、すごいなんかシリーズになってるんですね。じゃあ、うん、一緒です。これも第2弾。あ確かに、ね、第2弾、うん、え同じぐらいの時期ですかこれ。そうですね、そうですね、一緒ぐらいだ。うん、ぶつけてきたんですか。いや、しかも出版社が違うのでね、喧嘩になっちゃうので。いや別になんないです。両方買ってもらえばいいだけなんで。ありがとうございます。読みますこれ。だって俺第1弾も岸本さんの誕生日に送りましたもんね。あとあのタロットカード、ね、あそうタロットカード、うんうん、送った、うん、またマロさんにね教えてもらってくださいっつって、はい、すっげえ切りましたタロットいっぱい切りました。やってはない。やり方わかんない。とりあえず切るのだけはやりました。もう怒られてるわ。ワンワン言うてる。え大丈夫なんですか。なんか音止まったけど、うん、倒れた倒れたって。え怖っ。えマジでなんか言ってる。喋ってますよね。でもあいっぱいおる人が、いっぱいおる。えなんかじゃあ
はい、閉めてよ。そうですよね。なんで外のバイク事故に俺のエンディング持ってかれないんだよ。ちゃんとして、そこはゲストだし。はい。じゃあ、岸本さんも、林さん、昨日の林さんも言ったんですけど、はい、うち、締めの言葉っていうのがありまして。はいはい。覚えてたりは。いや、僕はもちろん。早瀬は、ね、ちょっと、本当に。信用できますね。あれですよね。そう、はい、あれです、はい。それを言ってもらって、今日は終わりということで。はい、はい。はい。じゃあ、いきますよ。はい、お願いします。この話、もしかしたら、そうかもしれない。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちげえな。ふわっとしか覚えてなかったわ。知れない。ふわっとしか覚えてなかった。ではまた後ほど。